皆さんこんにちは、エスプリド川村です。今日は G63 エディション1にドリンクホルダー装着です。はい、ということでこちらがアズートの W463A 専用のドリンクホルダーになります。実際ですね、まだ一度も受けたことがないので、ちょっとですね、今この説明書を見ながらやってみようと思ってます。一応ですね、このアズートのドリンクホルダーは右側は右、左側用に左っていう形で左右非対称になってます。どこがね、どう違うのかっていうと、ここのねラインが微妙にね違うんですね。わかりますかね。アウター側が寝てますね。でなのでこれが右側っていう形でここにつくようになります。一応こちらの、ね、柄がシルバーマットのヘアラインになってて、こちらがですね純正パネルの、一応この柄とねマッチするような素材になってます。この後装着に入ります。こちらの方で2本のステイフック、それをね水平の位置に値して固定しました。そこからですね骨格レンチで固定をしていきます。はい、ということでアズートのカップホルダーの装着完成しました。六角レンチで2本でですね固定するようになってて、ちょっとね取り付けに難があるというか難しかったんですけど、今しっかりとですね固定されて、かなりね固く締め付けられてます。で品質もすごく良くてですね、なんて言うんでしょう、違和感がないというか、あのすっきりとしたカップホルダーだと思います。ということでアズートのカップホルダーの装着動画です。ありがとうございました。